ショートプログラムが終了した。1位は言うまでもなくリアガーネット、そして2位は私桜のタッサだった。一番最初の滑走順にもかかわらず、いつまでも落ちないでいた私の順位にコーチは慌てふためき、順位が確定するとむしろ監督は一言、いい滑りだったわ、そう言ってローをねぎらってくれた。鬼門であるはずの記者会見もここトリノでは和やかな中で行われ、ミス・サクラーノ、 That waitress performance was really impressive. Is it true that you came up with that idea? ウェイトレスナンバーは君が考えたって聞いたけど本当かって。実は私幽霊と同棲していて彼が考えてくれたんです。おいおい、いいのかい。いいから。 Actually, there's a ghost that lives in meAnd it was his idea. まるで私は一日にして別人に生まれ変わったかのようだった。でも私たちは知っている、その先に待っている私たちの演技があること、そしてさらにその先にある別れを。すごいね、一夜にして有名人だ。あら、日本では昔から有名人だったけど。それとこれとは意味が違うよ。参考までに聞かせてちょうだい。どう違うの？そうだな、一言で言えば今のタズサはまるでシンデレラみたいだ。嬉しそうな顔してもいいと思うけど、舞い上がってる暇なんてないってことくらいあんたも分かってるでしょ。そりゃあ油断は禁物だとは思うけどね。次が私たちの最後の演技になる。ねえピート。何？あなたに言っておきたいことがあるの。一言あなたに伝えたい言葉が。私分かってるよ。最高の演技をしよう。僕らの集大成として悔いが残らないように最高の演技をね。私はまだ伝えられないでいた、そのたった一言の言葉を。へえ、さすがに昨日よりみんなピリピリしてるね。今日で全てが決まるんだもの、当然でしょ。タズサは大丈夫なの？いつもだったら緊張でガチガチだったでしょうね。だけど。だけど？私はここの人たちとは目的が違うから。リアガーネット GTF。 さすが氷の女王、入ってきただけで空気が張り詰めた。ん？何今の？ライバルへの挨拶だろ。え？Even Lee is taking note of Tatsusa. Oh! 転倒だ!
アメリカのドミニク・ミラー痛恨の転倒です。どう見ても自滅だね。自業自得よ。自分の足元もろくに見ないで他人を気にして滑っているからああなるのよ。オリンピックには魔物が住んでいるか。ま、私には関係のない話ね。そうだね。君には僕が魔物の前に取り付いている。頼りにしてるわよ、相棒。任せといてよ。タズサ、そろそろ時間だぞ。On the ice, representing Russia, Ria Zhuitiev. さて、女王様のお出ましだ。ショートはよりによって一番最初。フリーはフリーでリアの直後に滑ることになるとは、お前もつくづく。関係ないわよ、そんなこと。まあ本人が言うならそれでもいいけどな。ショートプログラムの時に分かったのよ。私にとって何が大事なのか。私が今一番望んでいることはメダルやキャリアなんかじゃない。それはピートと二人の最後のダンスを踊り切ること、ピートのやり残したフライトを完成させること。始まるぞ。女王の演技がな。その時、時は止まった。その演技はあまりに荘厳で、あまりに圧倒的だった。リアの滑りを見た者は一様に彼女の演技に飲まれ、言葉を失った。その正確で優雅で完璧で隙のない演技に、リア・ガーネット・ジュイティーフ、彼女以外に女王はいない。全てのものがそう確信したに違いない。ただ一人、彼女を除いては。終わったようだね。それはつまり僕たちの出番ってことだ。行ってくるわ。タズサ、今さら言うことでもないんだが、俺はお前のコーチになれて本当に幸せ者だ。コーチ？礼を言うよ。よくここまで俺を連れてきてくれたな。いいか、タズサ、思いっきりやってこい。ええ、ありがとうコーチ。え、ありがとう。いよいよだね。ええ、私たちの最後のフライトよ。フライトか。泣いても笑ってもこれが最後。私は泣くのはごめんだわ。そうだな、僕らは笑っていよう。何があっても最後までね。頑張れよってか。期待してますよ、桜の選手。行くわよ。ああ、見せつけてやろう、君の100億ドルの美貌を世界中に。二人の最高のフライトを、でしょ。そうだったね。この一瞬一瞬が忘れられない記憶として心に刻まれる。私たちの最後のフライトが今始まった。
ロットルを開けるぞ。了解。私は踊った。ピートの最後のフライトに少しでも近づくために。その時僕は確かに感じた、あの時のフライトの感覚を、いやそれ以上のマニューバーの手応えを。まさかここまで。カズセ、サクラム。きっと他の人にも見えているはずよ。ああ。きっと見えてる。私たちが空を飛んでいる姿が。立つぞ。もっと高く。もっとしなやかに。私たちは願った。石膏仮面は完全に卒業のようね。どっそ。僕たちはその時確かに空を飛び、確かに二人はつながっていた。ずっとこの時が続くといい。きっとシンデレラも。はい。 That was an exceptional performance. と言って、さすが女王様、素敵だったわ。ん？ Your performance was stellar. Your performance was stellar. Thank you. But your performance was exquisite as well. 君も良かったってさ。え？ Well, I have this ceremony to attend, so...Спасибо. いいの？きっとみんな探してるよ。いいのよ。最初からこうしようって決めてたんだから。きっと会場じゃてんやわんやだろうな。そうね。きっと今頃コーチはオロオロしてるでしょうね。 Do you have any grievances with Ginban? Miss Sakurano ended up in fourth place. Any reaction on that? ですね、三城総監督、一つお聞きしていいですか。なぜ桜の選手はメダルを取れなかったんでしょうかね。直前のプログラム変更、テクニック不足、数え上げればキリがないわ。でも素晴らしい演技をしたことに変わりはない。そんなところかしら。いろんな意味で桜の携さは
主役を張る星のもとに生まれているのかもしれませんね。いつの日か本当の主役になれる日が来る。それまで頑張れ。惜しかったよな。あれは史上空前のミスジャッジだって大騒ぎだったじゃないか。点数が出た後のブーイング、タズサも聞いてたろ。そんなのどうでもいいじゃない。どうしてここに？誰にも邪魔されたくないと思ったからよ。でもさ、それだったらホテルの部屋だっていいわけでしょ。朝見た時に思ったのよ、綺麗な場所だなって。それはどうも。僕も気に入ったよ。そう。時間がない。私まだ何も伝えられてないのに。あの。何？何よ！いきなり大きな声出して。いや、その、こんな時どんな話をしたらいいのかわからなくってさ。私だって。あのさ、今日のフリープログラムのことなんだけど、私たちちゃんと空飛べた？そんなことわざわざ言わなくたって、君が一番わかってるじゃないか。ほんとわかってないわね。どんなにわかりきってることでも、はっきり言葉にした方がいい場合ってあるもんよ。そういうもんかな。そうよ。そうだな。それじゃあ、僕らはあの時確かに空を飛んでた。最高の演技をやりきったと思う。うん。二度とあの感覚は味わえないと思ってた。これでもう思い残すことは何もない。ありがとう、タズサ。もう一つ、あなたに言っておきたいことがあるの。どうしたの？そんなに怖い顔して。いいから黙って聞いて。私、あ、雪だ。本当。別れのシーンに雪を降らせるなんて、神様も粋なことするよね。別れ。ねえ、タズサ。何？そろそろ時間みたいだ。ちょっと待ちなさいよ。まだ話が。100日間いろいろあったよね。でもあっという間だったな。人生で一番トマトを食べた3ヶ月だったけど、結構楽しかったよ。行かないで。ずっと私に憑依してていいから。そりゃ着替えとかお風呂とか不便なことはいっぱいあるけど、それくらいいくらでも我慢してあげるから。だから、タズサにそんなことを言ってもらえるなんて光栄だな。でもこれは決まったことなんだ。泣くのは嫌だって言ってただろ。それとこれとは話が別よ。ピート、私あなたのことが。最後は笑って見送ってほしい。タズサ、さよなら。